およそ40年ぶりの新型車両は、夕日などをイメージしたヤクモブロンズと呼ばれるオリジナルカラーが特徴です。また、カーブに合わせて車体が傾くシステムを導入しています。JR 岡山駅には、出雲市に向けた初めての出発を一目見ようと、多くの鉄道ファンらが集まりました。観光振興を軸に、今後も、交流人口の拡大ですとか、地域の活性化に努めてまいりたいと思いますので。めっちゃかっこよかった。ワクワクした。山陰の魅力を伝えつつも盛り上がっていくような感じがして、でまだこれから乗っていきたいなと。ヤクモは今日から1日15往復のうち6往復が新型車両になり、6月中にはすべて新型車両に切り替わる予定です。